自然には踊るしぶきに虹が立つ。下げてくかけてくかけてくって神はいずこへ行くのやら。それシャンシャンシャラリと手拍子だがと薄い温度でシャンシャラリ。菊水音頭を踊れていただきました。素敵な上品な踊りですね、やっぱりですね。やっぱりみんなで踊るといいですね。いいです。最高に良かったです。さあ続いてになりますね、はい、何これ、はい、何これさあまだまだ盆踊り続いてまいりたいと思います。それではですね、続いて三河音頭になります。三河音頭保存会の皆様よろしくお願いします。はい、それでは三河音頭保存会のメンバーです。今年の夏祭りの踊り納めです。よければ多くの方々に参加をいただきたいと思ってます。小学生中学生のみんなは運動会でも踊ってると思いますので、よければ園の中に入ってぜひ参加をしてください。三河の実は漢字の実ですね。で動きが3つずつあるという意味で動きを
作っていますので、そこのところだけちょっと練習を1回したいと思います。最初に下から頭の上に両手を上げてください。かざす、これを3ついきます。1、2、3、はい、3つで終わりなんです。でその後です、右手から手前から前に手を伸ばす、これも3つ、右手左手右手といきましょう。せーの、右左右、これも3つで終わりです。そして最後に下がるのも3つで終わります。右の手を、はい、後ろに流す、左を流す、右を流す、全部3つの動きでこの三河音頭は、踊りができています。それでは音楽を流していただいていいでしょうか。はい、それでは皆さんも一緒に三河音頭の方を踊ってください。会場の皆さんもステージを囲んでですね、ぜひ皆さん踊ってください。それでは音楽の方お願いします。あよよいがよいって言いたくなりしましたよね。体に染みついてますね。あ、私
松田さん本当染みついてそうでした。さあ2つ続けてね、菊水温度そして三河温度、はい、皆様とも踊っていただきました、はい、本当にありがとうございました。さ